はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の4月10日水曜日ですね。今日こちら東京ディズニーシーにやってきたんですけれども、本日の映像はですね、昨日からですね始まりましたファンタジースプリングスのイベントとか、あとはイースターですね、まあ、春イベの装飾とかをですね詳しくご紹介していこうかなと思います。はい、それではですねまずこのアクアソフィアの周辺からご紹介していこうかなと思います。ここのですね床のところにファンタジースプリングスの装飾があります。一応追加された初日にですねこのリゾートラインのところからご紹介はしたんですけれども、やっとねディズニーシーの中に来れましたんで間近で見れますね。はい、こちらがラプンツェルの森のやつですね。いいね。結構大きいですよ。間近で見るとめっちゃインパクトあります。でこちらがピーターパンのネバーランドですね。時計です。でこちらがフローズンキングダムのものです。これがねすごいバズってますね SNS で。ここの中央でね足をドーンってやって結晶がね出てるような写真とか動画すごい流行ってるんで、ぜひやってみてください。綺麗ですね。確かにこれは映えそうだ。はい、そしてなんといってもやっぱこれですね、ファンタジースプリングスのロゴですよ。めっちゃおしゃれだね。なんか大理石みたいなね、なんかそんな床みたいになってていいねこれ。このデザイン好きですよ。めっちゃ素敵。アクアソフィアの周辺から結構テンション上がりますよね、こういうの見ると。それでは今度はミラコ通りのあたり見ていきたいと思います。これがお昼バージョンですね。夜になりますとここにですねカウントダウンのライトイルミネーションみたいなのがありますので、また夜になったらね見に行こうかなと思います。これも設置された時にリゾートラインの方から見たんですけれども、やっと近くに来れましたね。いやめちゃくちゃおしゃれだな。夜の演出がまためっちゃいいんですよね。この上下のお花がまた綺麗でいいですよね。真ん中にはファンタジースプリングス、そして横にはアナとエルサ、ピーターパン、ラプンツェルがいます。素晴らしい。40周年の時より全然いいですねこの装飾。素敵。夜も楽しみだ。で横にはオシャンティーなバナーがあります。英語なんですけどね。ちょっとジョマジさん英語できませんので、皆さん訳してコメント欄に書いてください。でここがミラコ通りの中です。上にはお花が飾られてます。ピーターパンですね。すごい豪華な色してますね。輝いてます黄金に。ティンカーベル単体もいるんですね。エルサとアナです。素敵。これ、こういうガーランドがあればよかったんですけどね。そしてラプンツェルです。これがエンポーリオのカウントダウン装飾です。一応パーク外のカウントダウンは毎日撮ってるんですけどね、ちょっと年パスがないんでパーク内は厳しいですね。全部撮るの60日間ぐらいだったら来れちゃうんですけどね、年パスがあれば。でもちょっと厳しいですね。すごい綺麗。
ここにはピーターパンとラプンツェル、こっちはエルサとアナですね。そしてトッポリーノの周辺にはライトの下にバナーがついてます。ミラコ通りに飾られてたのと一緒かな。ピーターパンとティンク、そしてラプンツェル。エルサとアナ。はい、そしたらですね、今この辺の装飾撮ったんですけれども、他にもですねダッフィーの装飾とか、あとフード&ワインフェスティバルとかやってますので、まあ、そこら辺の装飾を今から見に行こうかなと思います。アメリカモーターフロントにはフード&ワインフェスティバルの装飾がありました。ファンタジースプリングスのではないんですけれども、一応今のシーズンのね限定イベントのものになっておりますので、少しこの辺も見ていこうかなと思います。カムファインドスプリングの装飾です。マクナックスデパントメントストアのショーウィンドウですね。一応春イベのものになってます。今回はエッグハントを探しますよというイベントになってますので、いろんなところにねイースターエッグが置いてあります。可愛らしいですね。マクダックスデパートメントストアの店内です。カムファインドスプリングのものになってます。エッグハントしてますね。エレクトリックレールウェイの下には装飾なしです。ちょっとここがないと寂しいですよね。まあ閑散期なんでしょうがないかもしれませんが、はい、ウォーターフロントパークです。ここにもバナーがあります。一応このフード&ワインフェスティバルのメイン会場みたいなもんですね、ここが。まあちょっと物足りないですね。やっぱりここら辺にもファンタジースプリングスの装飾があればよかったんですけどね。リバティーランディングダイナーの上ですね。ちょっとお花のリースみたいなのがついてます。 SS コロンビア号前のスクリューの前ですね。こんな感じの装飾がありました。 SS コロンビア号にフード&ワインフェスティバルのガーランドがありました。40周年が終わってもガーランドあるんですね。ちょっとちっちゃいんであんまり目立たないですけどね。 SS コロンビア号入り口前です。ちょっと全体的に装飾は少ないですね、はっきり言って。ファンタジースプリングスが始まって 1,2 年はまだまだこんなもんかもしれませんね。はい、ケープコットにやってきました。装飾ないですね。カムファインドスプリングのものがあるのかなと思いきや全くないみたいです。ショップぐらいかな、あるのは。アントペクズビリッジストアです。上にちょっとだけ装飾ありました。でも他にはないです。ちょっと寂しいですね。まあ、閑散期だからこんなもんかな。そしたらですね、一応一周回って装飾見てみたんですけれども、結局あるのはエントランスのあたりとアメリカモーターフロントと、あとダッフィーのものがショップのショーウィンドウにちょこっとあるかなって感じですね。最後にですね、ちょっと暗くなってきましたので、夜のファンタジースプリングスの装飾を見ていこうかなと思います。では最後に夜の演出を見に来ました。ただちょっといつ始まるか分かんないですね。
カウントダウン演出でした。めっちゃ良かったですね。まあ、ここだったらね、リゾラから見れるんですけどね、これ夜限定なのがちょっときついんですよね。エンポリオだったらお昼でも良かったので、年パスさえあれば本当に60日ぐらいだったら全然来れちゃうと思うんですけれども、ちょっとねここの演出は厳しいですよね、夜だけだから。はい、ということで本日はですね、東京ディズニーシーの新しい装飾をご紹介させていただきました。やっぱファンタジースプリングスの装飾がねめちゃくちゃいいなと思うんですけれども、他にもですねいろんなところにダッフィーのものとか、あとはですねフードのものになるんですけれども、今現在のイベントのものねありましたんで、ぜひね今日の映像を参考にしていろんな写真とかね動画とか撮ってみてください。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。